どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はですね、はい、こちらの編集ソフトを実際に使ってみたいと思います。これですね、ちょっとお客様から聞かれたものなんですけども、まあ実際に効果があるのっていうことを言われたんですね。で、今回ですね、実際に変換したデータがあるので、それをまあどこまで綺麗にできるのか、そもそも綺麗にできるのかっていうところですね、検証していきたいと思います。はい、今回使用するソフトはこちらのビデオモンスターってやつですね。 Amazon で3000円ぐらいで買えるものですね。中身開けていきたいと思います。ライセンスが載ったこのカードですね。あとはこのインストール用のディスクですね。認証までの手続きみたいな、こんなカードも入ってます。中身これだけですね。スカスカですね。じゃあまずインストールからしていきたいと思います。で、今回パソコンの関係だとこういった感じですね。今回Mac でやろうと思います。一応ですね、 Windows にも対応してるとのことですね。じゃあディスクを入れたいと思います。あ、そしたらこうウェブに飛ぶんですね。ファーストバイト、なんかまあいろいろありますけど、こっちのシリアル認証でいいんですよね。じゃあシリアルを入力していきます。箱に付属しているこのシリアルですね、これ入れたいと思います。さあ認証ができたのでこれを選びます。もうこの選択は後でやり直すことはできません。で、簡易登録、じゃあこう打っていきます。あ、ごめんなさい。はい、したらメールを送ってるっていうことなので、来てますね。メールに来てるので、会員完了しましたと。無事ログインができました。はい、今ダウンロードができましたね。で、したら以下の制限を解除しよう。これ入れてないと使えないってことですね。で、製品登録コードってやつがメールで来てるので、それをソフトに入れてあげます。一応、使えるようになりましたね。結構シンプルな感じですね。じゃあ、実際に変換したデータで検証していきたいと思います。上の部分、ノイズがすごいやつがあるんで、ちょっとやってみたいと思います。ファイルを追加で、この入れたい素材を選択します。はい、今読み込めました。高品質化、カット。3D 編集とありますね。編集はこのように映像の回転ができるみたいですね。で、左右の反転だったり上下反転ですね。 3D、 あー、本当に 3D 見てできますね。あとこんなのもあるんですね。クロップ、あー、こんな感じで、画角を変えれるものですね。あ、結構いろいろできますね。効果、音量の調節だったりですね、まあ、このように上げたり下げたりだったり、輝度、コントラスト、彩度、まあ、色相ですね。で、高品質化、チェックをつけてそれでやる感じになるんですね。高解像、明るく鮮やかに、ノイズ除去、手ブレ補正ですね。したら、これで適用するですね。この先を選択しよう。したら、じゃあここを選ぶようにしましょうか。変換を選択、これで、変換をしてみましょう。もう今やってますね。終了後に出力フォルダを開くなんていうチェックもありますね。これつけておけば終わった後にそこを開いてくれるみたいですね。はい、変換が無事完了しました。荒くなってね。ただね、8ミリフィルムを変換したデータもあるんで、それをやってみたいと思います。スクラッチも入ってたりとか、ちょっと暗めだったりもするので、ちょっとこれをやってみたいと思います。4K。よし。今また改めて書き出ししてますね。はい、変換が完了しました。まず今変換したものですね、実際に並べて比較してみたいと思います。こんな感じです。はい、実際に使用してみました。編集の部分っていうと、まあ、カットしたりクロップしたり、回転で向き変えたりですね。あとは動画の形式を変えることもできたりするので、まあ、そういった機能だけで見るとですね、非常にこうやりやすいのでいいのかなと思います。まあ、例えばこう前紹介したような iPhone から DVD に変換するときに、まあ、縦横こう向きを変えたいとかっていうときにですね、まあ、これでちょっと変えてあげて書き出すとか、まあ、そういったことにも使えますし、使い方によっては非常にこう有効的に使えると思います。高品質化の部分ですね、そういったそういったことに関してはこのパッケージ通りの効果を期待して買ってしまうと多分ちょっと後悔することにはなるかなと思います。まあ、あくまで今回ですね、僕が変換したデータの、まあ、検証なので、まあ、もしかしたらこうバッチリハマる部分でですね、そういう風に綺麗にできる可能性はあるんですけども、まあ多分難しいかな。はい、というわけで今回ですね、こちらのビデオモンスターの検証をしてみました。この動画が参考になったと思う方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。